この映像では三軒茶屋の自宅から渋谷、青山、六本木、品川、そしてこの芝公園まで NGP をこの移動する様を描いています。移動するユーザーの持つ NGP の常に動いているリアルは移動の過程でユーザーの位置情報を記録しています。時系図をお願いします。こちらがリアルのネットワークになります。まずネットワークから情報を取得するために更新のボタンを押してみましょう。タイトルや各種しています位置情報について情報がクライアントにプレイステーションネットワークサーバーから表記されます。サーバーから取得した数字のが当たります。先ほどの経路に沿って自分の足跡を見てみましょう。ご覧のようにこれまで歩いていた経路が表示されます。三軒茶屋、渋谷、青山など先ほどのルートの情報が表示されます。各地域の右側にはその位置において最もよく遊ばれていたゲームマイクが表示されています。次にこの中から渋谷に行った時の情報を見てみましょう。自分自身を中心に実際に渋谷で自分の周りの人たちのアバターが表示されています。位置によるユーザー探索はサーバーに行われるため、例えばユーザーが渋谷に実際にいた時間の全部1時間に渋谷にいたユーザーなどを見ることができます。時間と空間を超えて情報を表示することができるのです。画面上のアバターをタップしましょう。このユーザーが最近遊んだゲームのリストを見ることができます。右下のオーカーマイクをタップしましょう。ここではサーバーから提供されたこの地域で流行っているゲームのランキングが表示されています。渋谷ランキングです。画面の右にはそれぞれのゲームがこのゲームをどれくらいの人がプレイしているか、どれくらい人気があるかが表示されています。渋谷ではみんなのゴルフが一番の人気です。このようにミアではまだ持っていないゲームがまだ知らないゲームに気づくかというユーザーが提供することができます。みんなのゴルフをタップしてタイトル情報をさらに詳しく、この画面では自分の周囲でみんなのゴルフを遊んでいる人の数で、みんなのゴルフに関連する各種情報を知ることができます。見合わせが面白そうなゲームを読んだら、画面の上にあるスコアボタンをその場で購入ということも可能です。また、他のユーザーの熱中度を確認したり、アイコンを使って感想の方法をすることもできます。購入してみましょう。これもすぐに結果が出ます。これ以外にも位置情報を利用した開発キット、ゲームとのさまざまな連携機能などリアでは運営しています。現実の位置情報をプレイステーションネットワークのサーバー機能を連動させることによって、ポータブルゲーム機上に時間や空間を超えたゲームユーザーの出会いや買い取り、コミュニティ情報を提供するアプリケーション、それがリアルです。ありがとうございます。はい、スタジオさん、どうもありがとうございます。